はいいいどうもでです買い物大好き親父ございますまたね買っちゃったわ明日お休みなんですねうんでまた明日外に出ないでその分今日買っとこうというねそういう作戦でいましただから今日と明日の分で考えて買い物行ってきたんですけど、まあ、買いすぎないようにね、うん、安いドラッグストアに行ってそこでまあお菓子だとかアイスだとかね そこら辺を購入して、ご飯のおかずなんかはね、まだちょっと買い残ってるものとかもあるので、まあそういったものだけちょっと買おうかなというふうに言って参りました。うん。がしかし、今回ね、まあちょっと買い物に行って久しぶりに、まあこれからちょっと話すんですけど、ちょっとどうしようかなって悩んでたものの購入を、がいくつかあってね、それで悩んでて、 レジが終わって、商品を袋詰めしているときに、一番、まあ、一番というか、必要だったアイス、今日と明日の分のね、アイス、最近暑いんでね、おやじ、デザート、スイーツのアイスこれだ、これを買うのを忘れてたので、またね、もう一回レジに並んでアイスだけ買ったっていうのも恥ずかしかったんで。 ちょっと近場のスーパーに行ってアイスだけ買ってこようと思って、もちろんね、入ったらアイスだけで収まらないことは私分かっておりましたけども、まあそこら辺はね、ちょっときつめに考えて、うん、えー、まあ、安いものとか、まあそこででしか、みたいな部分はちょっとね、考えますけども、なるべく購入しないようにと思って考え、 考えたんだけども買っちゃい、買っちまいましたっていうね、いつものパターンでございます。ちょっと冷凍庫入れたいんで先にアイスをね、ちょっと紹介します。だこれ結局スーパーで買った、このスーパーもアイスは安いんでね、これ99円ですから、うん、生チョコインクッキーチョコのね、ジャイアントコーンのチョコのやつね、普通の赤いのも好きなんですけど、チョコのやつを買いました。そしてね、もう、 もうバニラーあ芯って書いてるねいつから芯になってるんだあ青青だまあいいやとりあえずこれを冷凍庫に一回入れてきますよしってことでねとりあえずアイスを冷凍庫に入れてきましたまずはねアイスをもう紹介しないと溶けちゃうんでねえっ、ー、とまあうがいだけしてうがいで顔だけちょっと洗ってね今すぐ商品を並べて動画を撮り始めたんでちょっとね何も飲んでないんでスプライトいただきます乾杯 うめえ。冷えてるし、仕事。今日も残業してきたんでね。いっぱいではないですけど、してきたね美おいしい。スプライトも飲まないと全然飲まないんだけど、この間久しぶりに飲んだらなんかおいしくてさ。それ以来、まあ、それでも3分ぐらいかな。うん、飲んでますけどね。やっぱ飲むとちょっとおいしいなという風に感じます。ちょっといろいろ混ざってるんで、 <laughs> 混ぜ込ぜていこうかな。ドラッグストアですね、えー。マイクポップコーンのね、クレイジーソルト味。クレイジーソルトをあまり食べる機会はないんですけど、美味しいってい話は聞いてて、何回かはね、クレイジーソルトではないんだけど、クレイジーソルトを使ったお惣菜だとか、やっぱお菓子だとか食べた覚えはあるんですけど、もう味なんかそんな覚えてないんでね。 68円です。うん。買ってきました。そして、こちらはね、東さんの棒じゃが。細、細型ポテトスティック。これ、うま塩か、薄塩かなんか一回買ったかなバター醤油も買ってますか私。うん、ま。買ってたとしても、本当に一回とかそのぐらいなんで、覚えてない程度なんですけど。 ちょっと買いました。ひょっとしたらこのバター醤油も買ってるかもしれないです。私の動画を見てくださる方はね、お前それ買ってたよってね、覚えてる方もいるかもしれないんですけど、まあ見直せばね、サムネで、うん、全体写真は撮ってるので、まあでもちょっと買ってきました。これもね、68になったかな。はい、続きまして、これね、コロン。クリームコロン懐かしいね。定期的にスーパー とかドラッグストアで安いと買うかなこれちょっとね大きいやつなのかな6袋入りで6袋入りでねで税抜きで138円だからまあ、ちょっと高いんですけど多分通常のやつよりもねちょっと一回り二回りは大きいタイプだと思いますいちご味好きなんでちょっと買ってみました、まあ、袋入りになってるからこれ会社のねお姉さん方に配ってもいいかなとそういう風に感じてはおりますで えっと、ベビースターラーメンのね、ピーナッツ入りですね。食べ切りサイズ6袋入り。こちら税抜き158円かな。うん。まあ、最近ベビースター食べてないのと、まあ、小分けにされてるのはね、お姉さんに貢ごうと思ってますので。お姉さんに貢ぐことによって仕事を依頼するというね。そういう裏のね、取引もあるんですけど。まあ、そういう感じでございます。はい。で、これはね、 さんで買ったじゃがりこねサラダじゃがりこも今もう100円じゃ買えなくなってるんだけど99円、うん、プラス税なんで、まあ、106円なんですけど税抜きで100円切ってたんでね買ってきましたじゃがりこ美いしそう一回じゃがりこでポテトサラダ作ろうと思ってたんだよな、うんまあ、これはでもじゃがりこでも食べちゃおう食べたかったから <laughs> で何しようかな じゃ、これいこう。これ、ヤオコーのね、イエスヤオコーの、イートって書いてるね、これ、ね。どら焼きですね。30%引きで。2、30個あったね。うん。何回か食べたことあるの。うん。それなりに美味しいってことと、家にホイップクリームがあるんでね。ちょっとね、ホイップを乗っけて食べるのもありかなというところで購入してきました。はい。そして、 私大好きなね、八尾幸さんの餃子です。6個入りですね。今値上がっちゃったんですけど、20%引きで102円、プラス税というところでした。6個入りのやつと、えっ、ー、と、6、3、9個入りかなのがあったんですけど、こちらの方をね、ちょっと購入しました。うん、量多い方がね、トータルで考えると同じ20%でも安いんですけど、まあ、このぐらいでいいかなと。9個の場合食べ過ぎちゃうかなと。塩分とかも多いしね。うん。はい、でね。 ススライスキャベツキャベツの千切りを買ってきましたこれちょっともぐもぐやっとけばさ野菜ジュースと合わせて食べればいいかなというふうに思っておりますうまい <laughs> でどうしようかな今日もねご飯あるっちゃあるんだけど私好きなこの山崎のたっぷり満足コロッケサンド 105円なのよ。で、結構コロッケも多いし、コロッケも大きいし、美味しいし、で、それが20%オフで2個あったんだけど、1個だけ買ってきた。今日食べてもいいし、明日お休みだからね、うん、普段食べない、朝ごはんで食べてもいいかなというところで購入です。105円からね、まあ20%オフです。あ、キャベツの方がね、8 0 69円だったかな。結構安かったね。うん、一応宮、宮 えっと、茨城だったかな千葉県、茨城県って書いてますね。150g だから、まあまあ入ってるかな。で、こちら。先日、あのー、ヤオコーの特集やってるっつって、プリンだとか、えー、コーヒーゼリーとか食べたんですけど、そこにあります、はい、こちらのね、なんて書いてる何ピザハッピーピザコーンマヨ。 えと北海道産小麦ね。<laughs> 要は、ちょっと開けてみようかな。なんかテープがついてるあそんなね、安くないのよ。えっ、ー、と、298円から30%引きで208円だったから購入してきましたけど。あ、でも香りはいいな。これマヨ、玉ねぎ入ってないかな。 まこういう感じですね。トースターで焼くとより焼き色がついて美味しそう。うん。これでまあ定価は300円ぐらいです。29%パー。結構ね、持ってみるとわかるんですけど、ボリュームがあるっていうのと、割かし大きいです。サイズ感的には。うん。やはりちょっとお買い得かなと思って。で、これね、あのー、以前撮ったのでも言ったんだけど、テレビやる前からちょっと気にはなってたのね、正直ね。ただやっぱり、何も知らない状態で300円って私の中ではやっぱりちょっと高いから、 うんえー、ちょっとやめてたんだけどテレビに見てまあ見たらやっぱちょっとおいしそうだったなっていうおいしそうだなっていうのがプラスされまして30パ引きもありまして購入してきました、まあ、今日食べた方がおいしいんだろうけどなまあちょっとねいろいろね平用じゃないわなんか同じ感じになっちゃってるんですけどまあ パン宣言、ね、89円ですね。山パンの6枚切りでございます。これもね、何かしら休みの,の休みの時の朝ごはんに食べたりしますので。で、カリーやカリーが99円ですね。私が以前買ってた安いカレーがね、もうなくなっちゃったんで、買ってきました。これはね、今日じゃないんですけど、いつもお世話になってる別のドラッグストアさんで、 えー、2つで198円で安くね、またやってくれたんで購入です。最近はね、やはり198円なかなかなくて、238円とか、まあそれでもちょっと頑張ってくれてますけど、その中でも、またね、たまにこうやって198円とかでやってくれるのでね、嬉しい。うん、嬉しいわ、ありがたいわ。うん、で、これ、ヤオコさんの、はい、国産麦茶ですね。89円です。2リットル入って。うん。 まあお水も下手すりゃ100円ぐらいになってるんでね。まあヤオコーのお水は安いんですけどもね。続きまして。ちょっとケチャップなかったん、ね、で、ケチャップあんまり使うことないんだけど、たまに使うんでね。デルモンテさんトマトケチャップ 460g、うーん、198円だったんで購入です。 ヤオコーさんブランドのね、500g 入ったのが198円だったんだけど、今回こっちにしました。うん。でもしっかり見ればよかった。デルモンテってキッコーマンなんですね。千葉のね。うん、で、ヤオコーさんがつく、使ってるブランドのやつもキッコーマンが作ってるんで、マヨネーズが、マヨネーズはキューピー作ってるのよ。あのー、ヤオコーブランドもね。うん。だからそっちでも安いし、 お味がもし一緒ならいいかなというふうに思ったのはもう時すでに遅しです、うん。まあでも安いからね。え、なんとなくファンタ。うん、グレープとオレンジが、えーと、なんだっけ。198円じゃない。<laughs> 100円めっちゃ高えわ。98円だったかな。なので購入です。見てみな。イラストこ擦ると香る。ここを擦こればいいのかな。指を匂う あ匂う <laughs> うん、匂う、匂う。これ、ほんと匂うわ <laughs>。うん、いい匂い。やってみて。じゃこちらはちょっと右手でいこうかな。こちらも多分、こするとね、香る。香るって言えばよかったね。匂うじゃなくてね。しこし。うん、ちょっと薄いね。こうやって、グレープの方がめっちゃわかるわ。私の手が臭いとかじゃないよな。うん、こっちでいこう。 あ、こっちの方が弱いな。えっとね、オレンジの方が数少なかったのよ。確か。だからちょっと古いのかもしれない、入荷したのが。ここら辺のあれ見りゃいいんじゃないのなんて書いてるちょっとロゴに見よう。20 2024年928でございますね。あ、見えたかな。 そして、こちら、グリープ、グリープ、グリープは。24年9月21日か。まあいいや、でもこれは多分ね、少しは匂ったよ。ちょっと引っかえてみようかな。コリ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 やってみよう。コリコリ。うん、こっちの方がわかる。多分香りがちょっと弱いのかもしれない。で、でですよ、最近ちょっとめんつゆ買ってなかったの。うん。なるべく自炊をもうやめようと思ってさ、自,自炊高い説出てきちゃったから、 で、めんつゆそんなもんいいかなと思って買わなかったの。で、安い時にでも買おうかなと思ってたんだけど、なかなかね、198円で売ることなくて。これ218円プラス税なんで、230いくらなんで、まあちょい高いんだけど、なんで買ったかっていうと、そうめんめっちゃ食いたくてさ。で、そうめんも結構高いのね、今ね。オリジナルブランドとかでも高いんだけど、まあ、さぬきそうめんっていうのが98円ぐらいでドラッグストアで売ったんで買ってみた。 さぬきっていうぐらいだからどこで作ってるあ、でも香川県で、ね、一応作ってますね。うん。今日はちょっとまだ食べるものがある、あれもそうめん食べたいなぁ。でも今日はいいか。うん。でもそうめん食べたかったんで買ってきました。めんつゆと込みで。まあこういうのね、もろもろ買ったんでちょっと3000近く行ってしまったっていうお話ですね。えー、ご視聴の方ありがとうございました。またちょっとね、やりすぎちゃいましたけどね。心の中は大満作でございます。はい。ありがとうございました。それではまた。バイバイ。